皆さんこんにちは、 H センスの濱田です。本日の動画は 5G でできることとはというお話になります。それでは早速お話をする前に、毎度毎度ですがチャンネル登録の方よろしくお願いします。内容を気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録してみてください。お得な情報をどんどんとお伝えしてまいります。よろしくお願いします。それでは早速お話ししてまいりましょう。 5G でできることとは、先週ですね、ソフトバンクさんが 5G のサービスを発表しましたよね。皆さんも興味ある内容だったのではないでしょうか。私は非常に興味がありました。4月にはですね、スタートできないと個人的に思っていたんですが、さすがソフトバンクさんです。いち早く 5G のサービスをなんと3月の27日からスタートすると発表しましたね。現実世界を拡張する AR や仮想現実 VR など次世代の視聴体験を可能にする 5G、料金プランも発表されましたね。ソフトバンクは現行のスマホ向けプランに月額1000円を追加で支払えばですね、利用できると発表しました。なんと8月31日までに加入すれば、この基本料金1000円がですね、2年間無料になるということも発表したんですね。この 5G のサービスなんですけども、全国一律でスタートするわけではなく、3月31日の時点で東京都、千葉、愛知、石川、大阪など7都府県の一部地域からサービスが開始されるようなんですね。ごく限られた地域のみですね。東京の場合ですと千代田区や中央区、文京区の一部など都心に限られています。順次全国に拡大する見通しと発表しました。また 5G に対応した端末もですね、4種類3月27日以降に順次発売されるようです。最先端の技術をいち早く体験したいという方はですね、ぜひ申し込みをしてみてください。私はですね、個人的に自分の住んでいる場所がエリア外なのでまだ申し込みはしませんが、早期のエリア拡大に期待したいと思います。ソフトバンクさん、よろしくお願いします。まずですね、 5G って何なのかという方のために再度ご説明をいたします。5G と 4G の違いなんですけれども、特徴としまして次の3点が挙げられます。まずは高速大容量通信、そして低遅延、そして最後に同時多数接続といったこの3点を挙げられます。4G から 5G に変わるとですね、通信速度は20倍、遅延は10分の1、1平方キロメートルにおける同時接続数は10倍に向上いたします。すごいですね。3つの特徴を組み合わせながらですね、サービスに対応していくことで今までにできなかったことがいろいろと可能になってきます。いろいろありますね。例えば 5G で高速大容量通信が可能になるということで、外でもですね、容量の大きな 4K や 8K の動画をスムーズに見ることができるようになります。そしてリアルタイムでの VR 体験、これも可能になりますね。そして安全な自動運転、これが可能になります。低遅延の恩恵を受けて自動運転が可能となるんですね。楽しみです。そして遠隔操作で手術もできるようになります。こちらも低遅延の恩恵を受けて遠隔でですね、ロボットなどを利用して手術ができるという技術なんですね。離島の方や地方で大きな病院などない地域などではですね、大変喜ばれる仕組みではないでしょうか。そして身の回りのあらゆるものがですね、インターネットに接続できるようになります。IoT という技術なんですけども、皆さんご存知の方も多いと思います。これからはスマホだけではなく、家具や家電といったものもですね、インターネットに接続されるようになります。あらゆるものから情報をですね、取得できるようになるんですね。 5G の高速大容量通信と同時接続性を利用して、今現在空席がある近くのカフェや目的地までの空いているルートをですね、入手して効率的に生活できる未来が来ることになります。そしてスマートシティの誕生です。 5G の活用ですね、期待されている分野の一つとしてスマートシティが挙げられるんですけれども、このスマートシティ IoT のですね、最先端技術を用いて基礎インフラと生活インフラサービスを効率的に管理運営してですね、環境に配慮しながら
人々の生活の質を高め、継続的な経済発展を目的とした新しい都市のことを言います。以前ですね、私がミラーワールドという動画でもお話ししましたが、リアルワールドの情報をリアルタイムに移し取ってデジタルワールドを作り上げる、この手法をですね、デジタルツインと呼ぶんですけれども、そのデジタルツイン、そしてリアルとデジタルの2つの世界を合わせたもの、これをですね、ミラーワールドと呼びます。またこのミラーワールド化された都市全体をですね、 AI 化する構想、これをですね、スマートシティというようなんですけども、まさにこのスマートシティを実現するのにはこの 5G の技術が不可欠なんですね。早く 5G がいろんなところに広がってほしいと思います。そして最後にですね、 5G の大本命として私が考えるのは仮想通貨です。今 CM でもですね、 PayPay など盛んに CM が流れていると思うんですけども、今後キャッシュレスの大本命としまして仮想通貨が日常的に使われることになるでしょう。そのためにもこの 5G のサービスがですね、不可欠なんですね。仮想通貨、皆さん購入されてますか？円でもドルでもなく、これからは仮想通貨の時代になります。まだどの仮想通貨がメインになるのか私も分かりませんが、ぜひこの仮想通貨についてですね、ここで勉強しておいた方が良いのではないでしょうか。私も今勉強中です。仮想通貨に関してですね、また次回お話はしたいと思います。以上でですね、 5G でできることとはというお話をしてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。AR などですね、いろいろとご質問ご相談はですね、下記エッセンスのホームページまで、お問い合わせください。お待ちしております。そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。